はい、皆さんこんにちは、やすさんです。今日はですね、奈良県にあります坪内オートキャンプ場に来させていただきました。近くにあります泥川温泉にね、ちょっと一回行ってみたくてですね、めっちゃ綺麗なね川が流れてまして、まあ、子供たちとね川遊びができるということで非常に楽しみでございます。キャンプ場の入り口はねこんな感じになっています。我が家からのねアクセスも非常に良くて、まあ、約2時間でねここまで来させていただきました。はい、入り口から入るとこんな感じで、左手にですねバンガローコテージで、右手にもコテージがね見えますね。ですぐ、はい、管理棟がございます。トイレとシャワールームがありますね。こちらですね、私の大好きなキャンプの YouTuber であるギリベンヨッピーさんの、ね、動画をね、まあ、ぜひ参考にしていただけましたらと思います。今日はですねこちらのコテージの方に泊まりたいと思います。やったー、はい、このようにねシンクもね完備されてますし、バーベキューコンロもあります。はい、オープン。おお、おお、ずっと OK、 一日そう、おお、やばいな。おお、おお、すごい。なんでってするんだよね。木の匂いがするね。ああ、扇風機。なんでってするんだよね。冷蔵庫流し、あ、トイレな。もうなんか備品いっぱいあるな。お皿もあるし、炊飯器。ここ見てほら、ドライヤーついてます。流し台あります。綺麗じゃん。で、小便器にトイレね、こういう感じ。1階はこんな感じになってますね。2階怖い、なんか行くの、ね、え2階行くの怖い、手すりないそう、ほら、まな板もあるし、ある程度あるね。こっちはシャワー、シャワーやろ、うん、手すりない、すごく前で。あ、すごい綺麗な、綺麗なシャワールーム、綺麗なシャワールームになってる。それ上行ってみよう、たいちゃん。お前手すりがないんやね。怖いな。手すりはなくて、なんで手すりないねん。で、エアコンね、エアコンついてます。エアコンつけときましょう、とりあえず。あ、面白いね。で、お布団、布団完備で、冷蔵庫付き。綺麗ね。うん、綺麗よ、すごい綺麗。ちょっとあれしようか。よし、そうやね、クーラーつけるか。じゃあ早速ね、もう着替えましたんで、まずは泳ぎに行こうと思います。泳ぎに行くの早いな。早いな。パパ、川行ってみよう。川辺にはここの階段から降りていくとすぐ着きます。めっちゃ川の水きれいやわ。あ、そこにしよう。そこにレジャーシート貼りましょう。泳ぎたいねんけど、ママ。うん、準備運動してから行ってください。めっちゃきれいやねんけど。絶対冷たいで。めっちゃ冷たい。これね、上こっからねキャンプサイト見えますけど、あの赤い橋のところにね温泉があるそうです。もうすぐ行きますね。うわ、冷てー。めっちゃ冷たい。うわ冷てーいやいや、あのね川の水ねめちゃめちゃ冷たいっす。冷え冷えやな。今ね、魚がいるんでね、捕まえようと挑戦するとこです。Thank you.
はい、川でね泳ぎました。もうねめちゃめちゃ綺麗なね川でね、あとはもうめちゃめちゃ温度が冷たくて、この間ねいたの沖縄の海とはねもうえらい違いでした。はい、もうそろそろ晩御飯かな。ちょっと遠い、ちょっと。じゃあ今からね近くの温泉に行こうと思います。歩いてね5分以内で着くということで、これ赤いね橋が見えてきました。あの橋を渡ってすぐ左のところにね温泉があるそうです。あ、やっぱりこの辺いいとこやね。なんかそこにほら、あ、そんな部分もある。バーベキュー場もあるし、すごいすごい、あ、楽しそう楽しそう。でこっちが、まあ、さっきね泳いでた釣り人ハブは、これ落ちたら美味しいよ。ここが浜の川温泉ですね。はい、でここでねちょっと一風呂ね飲みたいと思います。イエイ。あ、うまっ。どうですか。これ風呂暑いしな、まためっちゃ風呂暑かった。わ、これ、え、なんかビール、なんかすごいフルーティーやねんけど。テレビないから今日に限って最終回やね、パパが。